こんにちは、ひろちゃん農園のひろちゃんです。私はハウスの中の残砂を入れて、それに米ぬかを入れて、発酵資材を入れて、米ぬかの発酵熱で太陽の熱と一緒に土を熱消毒をしたいと思っていました。でもまだ残砂の処理ができてませんので、残砂をこれから押し切りで切っていこうかなと思っています。その前に息子がコメントでたくさんカルスのことを教えていただいてましたので、息子がカルスを取り寄せてくれましたので、カルスで一度試験的なことをやってみようかなと思っています。それは土の上に残砂を入れて、それから米ぬかを入れて、カルスを入れて、土とよく混ぜて、それを鉢に入れて、その鉢の置き場所、日向であったり日陰であったり、上にビニールを着せたりとか、3種類のやり方でやってみて、どれが一番残砂の処理が早いのかっていうのを検証してみたいなと思っています。それはビニールをかぶせたやつはハウスを想定してやると。そうね、日陰に置いたのは、日陰に置いたのはまあ冬とかゆっくりちょっと時間がかかるかなというふうな感じで、外でそのまま置いちゃうのは今の畑の環境で、雨が降れば濡れると、そういう形で3つの方法でちょっと検証してみようと思っています。それでは今から検証に入りたいと思います。コメントで教えていただいたカルスっていう土壌改良資材です。息子が取り寄せてくれました。裏に使い方を書いていますけど、有機物を撒いてとかいうに工程を書いてあります。ソルゴとかの緑肥を使う場合と、お野菜の残砂を使う場合、生のもみ殻を使う場合と、畜粉、牛粉とか鶏粉とかを使う場合の使用量と、米ぬかの量とか分解の期間とかを詳しく書いてありますので、これを基本にして使ってみたいと思っています。スイカの残砂を押し切りで切りました。長いのもあれば短いのもあります。これを土の上に振ります。こんなもんやね。全部入れちゃったら、入れるよ、うん、これ場合の広さでいいろ。あんま広げたら残砂が少ないき、この上に米ぬかを振りたいと思います。こんなもんよね。カルスを振っていきます。カルスはなんかセメントの、モルタルみたいな、モルタルのセメントみたい、生の、こんなもんよね。くわで混ぜてもいいんですが、もうこまめで混ぜます。それではこれを鉢に入れていこうと思います。普通の土を下に入れます。3分の1ぐらい。なんで普通の土だろう。下までは畑耕しができんき、畑を想定して、うん、だ鉢の大きさは違うけど入れる量は一緒というか、うん、まあ、大体同じぐらいを入れたいと思ってます。その一番大きい鉢は上まで入れんということやね、ま、そうやね。でも高さは同じにせんといかんと思う、量というより。あ、直径は違うけあれやけど、うん、高さは一緒ぐらいまでというか、一緒ぐらいにせんと意味がないろ、うん、この米ぬかと堆肥が混じった土をカルスと混じったものを鉢の上に入れていきたいと思います。それ均等にするためにはそれを3回に分けて入れた方がいいんだけど。そう、3つへ。うん、そうそうです。じゃ全部入れずにで、うん、うん、それを3つ、あ、これを、そうそうそう、やったら均等になるやん。うん、そういうこと。入る場所によって量が多少違うの。そうやね、うん、大体同じや。じゃあここのところをそっちの鉢が少ないってこう入れる。違う、混ざってるとこ。分かった。でもまあそれを一度に入れてしまったけど、これで次を3回に分けたらいいろ。ん？上
まで入れてもいいぐらいない全部を。え、あんた土の中に埋めていかん。これ普通の土を上に着せた方がマシじゃない。一緒かね。一緒じゃないけど、着せちゃう。実際畑でやるときは着せれんの。うん、着せれん。いちいち細かにそのできんやん。できん。けども着せちゃう方が分解は早いよ、早いのね。と思うよね、うん。上に出てるスイカの残骸は表面は分解遅いと。そうよね。土入ってなかったらね。うん。どうしようかね。ちょっとどの方でパートかける。残骸の混じってない分を。混ざってない土を。表面へ。こっちでもいいか。これで残骸を見えないようにするために、これでいいかやな。そうやな。これを運ぶが大変よ。これいっぱい入ったっけ。ん、はい、ついてこうか。押し車手で運べるの。いける、うん、鉢を移動しました。一つ目は倉庫と倉庫の間に屋根をしています。そこの下に置きまして、朝日と夕日は当たると思います。ここに置くということは、冬の温度が下がった時の分解がどうなのかなっていうのにちょっとでも近づけるかなと思ってここに置きました。後でこれにお水をかけていこうと思います。上には何も着せないです。次が畑にそのまま置きますが、大きい方は上に何も着せないで畑で分解をしたようなそのままで置きます。ちょっと小さい分についてはお水をかけた後上にビニールを着せて温度を持たそうかなと思っています。温度を持たすとどれぐらいの違いが出るかなと3つで検証していきたいと思っています。今からお水をかけて、それからこちらの方にはビニールを着せます。あの袋にはお水をたっぷりかけてくださいとは書いてないんですけど、発酵さすにはお水が必要ではないかと思うのでお水をかけています。袋に書いちゅうが、うん、畑を使うことを前提にしゅうき、あ、自然に濡れるき、そう、ある程度、うん、まあ、こっちは夜露にもかかるし、明日大雨やき濡れると思う。もっとかけんでも、このままどれにこれ、うん、こっちかぶせる気？かぶせるもそうや、下から出るまま行ってないの。そんなに下から出るほどもいらんと思うけど、順番に下がる気、お水は。でも水やったら変の？やらん、大丈夫よ。これだ、乾いてくるわけじゃないよ。まあ発酵したら確かに発酵熱で乾燥はしやすい。ちょうどこのプチプチがあるので、このプチプチをビニール代わりにかけていこうと思います。飛ばないように鉢の下に敷きました。この上に何か飛ばないものを置こうか。これで飛ばんよね、はい、こういう形で1週間から3週間っていう袋に書いてますけど、1週間では無理ではないかと思うので10日ぐらいしてちょっと見ましょうか。今日は3つの鉢にカルスと残骸と米ぬかと土と混ぜて入れてあります。それぞれ置き場所を変えてやっていますので、以前私が残骸を畑に直接入れて、残骸の上に米ぬかを入れて土を着せて、上にマルチを着せて1ヶ月ぐらいして様子を見ましたけど、そんなに変わった様子がなかったですので、今回はカルスという資材を入れましたので1ヶ月ぐらいにどのような変化があるかっていうのを楽しみにしてみたいと思います。効果あるの？まあカルスがいいっていうき10日ぐらいでも効果が現れるっていうことをコメントで教えてもらったき、1ヶ月置いたらそらあるがやない。まあ、コメントだよ、カルスカルス言うて言うてくれて、うん、カルス言うても名前勧めてくれるね。いつも名前覚えれずに、うん、そうそう、効果あったら使える、うん、ちょっと金額的には値段が良かったけど、効果があれば安いものになる。効果あることを期待で、まあ、期待して待ちます。グッと我慢の子でやったと、はい、最後までご覧いただきましてありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録をお願いします。いいねボタンもお願いします。どうもありがとうございました。ニコ。
グッと我慢の子であったのは誰？あんた。違う。あれ誰やったっけ？え、知らん。テレビあったよ。うん、なんかよう言いよったよね。何やったっけあれ？知らん。忘れた。ん？子供を車に乗せていくやつやろ。知らん、忘れたの。それすら忘れた。シートピッチャン、シドピッチャンってやつじゃない？あ、そう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 。そうそう。何やったかね、思い出せんね、うん、年取ったね、困るね。そう、もう自分の必要なもんだけは頭に残って言うけど、あとはもう飛んでない。ありがとうございました。ニコ。詳しく書いてありますので、これを基本にして使ってみたいと思っています。カルスはなんかセメントの、うん、モルタルみたいな、モルタルのセメントみたい。ま、その一番大きい鉢は上まで入れんってことやな。そうやね。でも高さは同じにせんといかんと思う。量というより、あ、直径は違うけあれやけど、うん、高さは一緒ぐらいまで。一緒ぐらいにせんと意味がないろ。上まで入れてもええがやない、全部を。え、うん、でもいいけど、大きい方は上に何も着せないで畑で分解をしたようなそのままで置きます。